はい、じゃあ、スメルスライクティーンスピリットの C のフレーズをちょっとやります。で、シェイクが入るんですが、その時に、左手を上げすぎないようにする。できるだけ指で叩けると、コンパクトに収まって叩けると思います。いきます。1、2、3、4。ちょっとゆっくりやります。はい、あとコツは、しっかり16の感覚でシェイクしてあげる。はい、その感覚でちゃんとシェイクすると綺麗に聞こえます。はい、以上です。